皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今回はですね、バイクを購入した後に買った方がいいもの10選ということで、動画を上げていきたいと思います。まあバイクだけではね運転すると非常にまずいんで、バイク関連のねパーツをねちょっと喋っていければいいかなと思いますね。ということで、行ってみましょうかね。まずですね、これがないと法律違反になるヘルメットですね。ヘルメットはですねいくつか種類があるんですけども、システムヘルメットとかフルフェイスとか、あとはジェットとかハンヘルとかあると思いますが、ハンヘルはねやめた方がいいですね。特に高速道路に乗る場合は、原付であればハンヘルでねいいかもしれないですけども、ハンヘルがなぜまずいかというと、雨が降ってる時にすっごい顔に雨が当たってものすごい痛いんですよ。50キロぐらいで走っててもものすごい顔が痛くなってくるんで、とてもじゃないけど高速道路それで走行はできないです。危ないですね。高速道路の最低速度はですね50キロだったかな、緊急事態でない限り50キロ以上は出さないといけないので、すごい顔が痛いということになるんでね、できればフルフェイスかシステムか、ジェットよりも、システムとかねフルフェイスの方が安全性が高いので、まあ、僕はフルフェイスのね GTAR2 っていうものを買ったんですけどもね、だいたい5万円台で買います。安いものだとね数千円であるんですけども、やっぱりヘルメットはね死因の原因になるんで、一番、はい、頭がね、頭部はちゃんとしっかり守らないと危ないんで、最低でも2万円ぐらいのものを買うといいんじゃないかなと思います。メーカーで言うとね、有名なメーカー松永とかね、あと荒井とか、あと OGK カブトとか、その3つから選ぶといいんじゃないかな。だいたいねツーリングしてる人もねその3つのメーカーのどれか使ってますね、ってな感じで、はい。ただフルフェイスの欠点としては、まず視界が若干狭くなるっていうことと、あとはですねヘルメットを取らないとお茶とか飲めないっていうことと、あとはですねメガネをかけてる人はねものすごいつけにくいですね。メガネを外してフルフェイスのヘルメットをかぶって、ほんでバイザーのところかな、あそこからメガネを通して装着しないといけないんで、コンタクトとかじゃなくてメガネかけてる人は結構つけづらいっていう欠点はありますね。ただ安全性は抜群なので、ここはね予算に合わせて決めるといいんじゃないかなと思いますね、はい、優先順位は非常に高いです。で次ですね、次高いのはですね、まあレインウェアかな。レインウェアはね非常に重要ですね。雨降ってるとね、特に冬場なんかは体がすごい震えてしまって運転に支障とかも出ますんでね、レインウェアにもいろんな耐水圧の強さ強弱があって、まあ高速道路とか乗らないんであれば耐水圧1万ミリとかそんなんでも大丈夫かなとは思うんですけど、高速道路乗る場合はねやっぱしすごい勢いで雨をかぶるんで、2万以上最低でもね、 2万でもちょっと足らないと思いますね。なのでねゴアテックスはね買った方がいいと思いますね。高いんですけどもね、上下合わせて買うとね 4,5 万するんで高いんですけども、ゴアテックスってね意外に知らない人いるかもしれないんですけども、洗濯できるんですよ。で洗濯をしてちゃんとね管理しとくことによってかなり長いこと使えるんでね、もう100回以上洗濯しても全然大丈夫みたいなことが言われてるので、できればね長く使いたいんであればゴアテックスをねもう一番初めから高いやつ買っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。雨を守ってくれるだけではなくて風も守ってくれるんでね。でバイクで登山したいとか、登山でもねゴアテックス使う人は結構いるんで、あと釣りとか、あとはキャンプ場で雨降ってる中でゴアテックス着とけばね全然大丈夫なんでビクともしないんで、キャンプしながらねテント立てたり、雨降ってる時にテント立てたりする時も重宝するんで、まあゴアテックスね、まあ、高いけど買った方がいいんじゃないかなとは思いますね。最悪ね、まあ、高速道路に乗らないんであればねなくてもいいかもしれないんですけどね、まあ、安さで行くんであればワークマンのレインコートとかねとかなら、高速以外であれば全然使えるんじゃないかなとは思いますね。続きまして3つ目ですね、これも重要で、バイクウェアですね。バイクウェアって言ってもプロテクターですね。まあまあバイクに乗ることを考えてね作ってあるんで、まあ、使いやすいところにポケットがあったりとか、結構ね利便性がいいし、しかもプロテクターがねついてるやつもあるので、まあ、プロテクターつけないんであればね普通の服でいいと思いますね。そもそもあんまり意味ないと思うんで、まあ、プロテクターつけるためのもんだと思うし、で一番どこをプロテクターつけないといけないかっていうとね、胸部ですね。死亡事故の原因に多いのが、まず一番高いのが当然頭ですね。で頭の次に死ぬ原因として高いのが胸部なんですよ、胸なんで。でその次に脊髄とかそういう系ですね。だからよく肩とか肘とか膝とかつける人いるんですけど、それよりも前に胸部ですね、胸守らないとダメです、はい、なので胸部プロテクターがついてるものですね。後からつけるやつと、もともとウェアについてるやつがあるんですけど、後からつけるやつはねめんどくさかったりするっていう人もいるんで、まあもともとねプロテクターがついてるようなウェアを買うといいんじゃないかなと思いますね。やっぱつけない理由の一つに、やっぱ装着がめんどくさいからっていう人もいるので、なのでね元からついてるやつを選ぶといいんじゃないかなとは思いますね。これもできればつけときたい。近くのスーパーまでしか行かないんであればね、僕もつけてないんですけども、長距離ツーリングと高速道路に乗るんであればまずつけといた方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱ後悔してからだとねもう遅いんで、
はい、まあ、バイク事故してからだと遅いんでね。で次がですね、バイクのグローブですね。まあこれもね、下道のみならね、バイクグローブなしでもいいかもしれないんですけども、まあバイクウェアと同じく高速道路に乗るのであれば必ずつけたいグローブですね。はい、で3シーズン用と冬用に分かれてます。だいたいね、他のやつもそうですね、バイクウェアとかも。なのでだいたい2個買わないといけないことが多いんですけどもね。おすすめはですね、プロテクターがついてるものですね。グローブもね、プロテクターがついてないやつもあるんですけども、第一関節の下ぐらいにねプロテクターがついてるものがあるんで、僕はそれを使ってるんですけども、やっぱしね、道路に転がるとすぐにもう皮膚とか擦れてもう危ないことになるので、やっぱしねプロテクター付きを選んどいた方がいいんじゃないかなと思いますね。で夏はですね、メッシュのタイプとかも売ってるんで、そういうやつでプロテクターついてるやつとかねを買うのがいいんじゃないかなと思いますね。僕はまあ8300円ぐらいのねアルパインスターズのバイクグローブ使ってますね。ただこのバイクグローブはですね、スマホでタッチ操作できないんで、スマホでタッチ操作をしたいっていう方は別のねグローブの方がいいかもしれないですけども、結構安くていいやつかなと思いますね。まあ、高いやつだと2万円とかするやつもあるんでね、バイクのグローブは。なのでまあそれは予算に合わせて、購入するのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、なのでバイクグローブもね、できれば買っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、で次がですね、バイクシューズですね。これも結構ね重要なんですけども、そこまでさっきのねウェアよりかは重要度は低いですね。それはなぜかというと、バイクシューズってまあ足首以下を守るんですけど、足首とか足を骨折したところで意識はありますよね。生きてますよね。死んではないんで。バイクウェアケチってね、胸にすごい衝撃とか受けると死んだりするんですけど、足の場合は死ぬまでには至らないんで、まあ、優先順位は低いんですけど、それでもあった方がいいですね。で特に買った方がいい人はですね、 400cc 以上のバイク使ってる人ですね。これはなんでかというと立ちこけするんで、250cc 以下のバイクってね、立ちこけすることってあんまないんですよ。そもそも取り回しもしやすいし、車体も軽いから。ただ大型のバイクとか特にクラッチがついてるやつとかってね、エンストして立ちこけしたりとか U ターンして立ちこけしたりとかするんで、その時に足を踏んづけて骨折したりとかね、バイクでねっていうことがあるので、まあまあ安全靴とかだとね、つま先の部分に鉄板が入ってたりするやつあるじゃん。ああいうのを慣れないうちは使うとかね、で足を守るとかっていうことができるので、立ちこけしやすいバイクはね、まあ買っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。あと注意しないといけないことは、絶対ですねネットで購入するのはやめた方がいいと思いますね。実際履いてみた方がいいと思います。それはなぜかというと、僕はねスクーターなんで関係ないんですけど、シフトチェンジがあるようなバイクはシフトチェンジがしづらかったりするんですよ、足のチェンジねっていうのがあるので、履き心地はね結構気にした方がいいんじゃないかなと思いますね。いくら足を守ってくれるっつっても運転しづらかったら何も意味ないんで、できればですね店頭で履いてみるのをねおすすめしますね。はい、バイクのシューズもね、まあ、数万円、数千円から数万円するんで結構高いんですけどもね、できればね買った方がいいんじゃないかなとは思いますね。はい、あとはね、装備品ですね、あった方がいいやつね。リアキャリアとリアボックスですね。リアキャリアに関してはだいたい1万円台かな。でリアボックスに関してはピンからキリまでありますね。安いやつだと数千円、高いものだと3万5万とかするんですけども、まあ安いものでもいいかもしれないですが、僕はですねボタンを押すだけでリアボックスを取り外せるようなものを買いましたね。ジビの47リットルのやつなんですけども、これはですね動画を撮ってあるので、後日編集次第アップしたいと思ってますんで、取り付け方法とか、まあできるだけ分かりやすく紹介してる動画を上げようかなと思ってますんで、もしよろしければね、まあ、チャンネル登録していただいて見てもらえればいいかなと思うんですけども、やっぱしね長距離ツーリングするんであればいろいろ荷物が増えるっていうこともあって、まあやっぱしねリアボックスつけた方がいいんじゃないかなと思いますね。で後ろが結構支えになるんで、リアボックスの前にキャンピングシートバッグくくりつけたりとかっていうこともできるので、リアボックスはねやっぱしあった方がいいんじゃないかなとは思いますね。でリアボックスはいくつか形とかもあるんですよ。丸型とか四角とかもあるんですけど、まあそれ好みに合わせて選んでもらってもいいと思うんですけども、日本一周するとかなってくるとね、ホームセンターで売ってるような四角いやつがいいんじゃないかなと思いますね。よりいっぱい入るし、ただ1泊2日のキャンプ程度であればね、まあ、丸型でいいんじゃないかなとは思いますね。あとはねリアボックスの容量なんですけども、通勤とかでしか使わないんであれば30リットルクラスでいいと思いますね。ただ1泊2日でキャンプツーリングとか長距離ツーリングとかってなってくると、やっぱしね40リットル以上は欲しいかなと思いますね。そっちの方が安心だと思いますね。で40リットル以上っていうのはね結構でかいんでね、それで取り外せるやつがいいかなっていうこともあって、普段は取り外してキャンプ行く時だけにつけてるっていう感じですかね。あとですねリアボックスはね注意点があって、耐荷重があるんですよ。だいたい3キロか10キロですね。なのであまり重いやつを入れすぎると重量オーバーになってしまいますんで、そこはちょっと注意しないといけないですね。
続いてですね、スマホホルダーですね。まあ自分がね近くの通勤とか近くのスーパーに行くだけとかだったら問題ないと思うんですが、長距離ツーリングとかね行くってなってくると自分の知らない道とかも通りますよね。っていうこともあってやっぱしスマホナビっていうのを使う人が多いと思うんですよ。地図とか見て、やる人もいるかもしれないですが、スマホホルダーはまあ安いやつから高いやつまであるんですけど、僕が使ってるやつはね前に動画として上げた、クワッドロックというやつを使ってますね。これ全部揃えると1万円ぐらいするんですけど、かなり取り付け取り外ししやすいんで、まあ、結構買ってよかったかなと思いますね。結構かっこいいですし、なのでまあまあ何でもいいと思うんですが、スマホホルダーをねつけといた方がいいと思いますね。でスマホホルダーをつけるためにマルチバーっていうのもつけないといけないんでね。でマルチバーつけたやつも動画として上げてますんで、もしよろしければね見ていただければいいかなと思いますね。いろんなタイプのマルチバーもあるんで、なのでねスマホホルダーもまあまあ必須かなと思いますね。続きましてインカムかワイヤレスイヤホンですね。先ほどスマホホルダーの話しましたが、やっぱしねスマホの画面を見ながら運転してると非常に危ないので、やっぱしねインカムかワイヤレスイヤホンもいるんじゃないかなと思いますね。有線のイヤホンでもいいかもしれないんですが、バイクと自分自身が線でつながってしまうということもあって、事故した時に非常に怖いんで線でつながってると、なのでワイヤレスがいいんじゃないかなと思いますね。でワイヤレスを買うかインカムを使うかはですね、これは複数人でバイクツーリングに出かけるか、例えば友達とかと出かけるか、あとは自分一人だけでソロで行くかっていう違いになると思いますね。ソロだとワイヤレスイヤホンでいいんじゃないかなと思います。なんでかというと通勤とかでも使えるんで、バイク乗ってる時だけじゃなくてね通勤通学の時にも使えるんで、ワイヤレスの方がいいかなと思いますね。インカムつけてしまうとね通勤通学で使えないんで、なのでどっちを買うかっていうのは自分のねスタイルに合わせて決めるといいんじゃないかなと思いますね。で値段に関してはワイヤレスイヤホンの場合はね数千円のやつも売ってるんで、それでいいかもしれないですね。ただ単に聞くだけであれば。インカムもねだいたい2万円ぐらいかな、2万円前後ですね。でインカムに関してはヘルメットの中にインカムを取り付けられるようなやつ、 GT Air 2とかね、ショーエのとかだったら中に付けれるんで、そういうヘルメットを選ぶことによってスッキリするんで、やっぱしねインカムまで導入するんであればね、そのインカムが中に入れられることができるヘルメットを買うといいんじゃないかなと思いますね。はい、続いてですねシガーソケットですね。シガーソケットもねあると便利で、まあ最近のバイクはだいたい標準でついてるのかな、特にスクータータイプのやつは。でバイクでね長距離ツーリングともなるとスマホの充電がね結構気になるんですよね。もう半分以下に減ってたりとか現地に着いたら。で僕はまあ一眼レフも持っていくんであれなんですけども、スマホで写真とか撮ったりする人はねそこで充電バッテリーがないと困りますよね。なのでシガーソケットはね必要だと思いますね。で最近は急速充電に対応してるものもあるので、スマホ側が対応してれば購入するとねいいんじゃないかなと思いますね。でスマホの端子に関しては USB Type A と Type C が主にあるので、 USB Type A がね2個ついてるやつだったりとか、 USB Type A と USB Type C が1個ずつついてるソケットだったりとか、あとは僕が持ってる USB Type C が2つついてるやつとかね、まあ、これは自分が充電したい商品に合わせて選ぶといいんじゃないかなと思いますね。でバイク側でちょっと気をつけないといけないことが、バイクの充電がですねシガーソケットが1アンペアのやつと2アンペアのやつがあるんですよね。2アンペアのやつだとタブレットとかも充電できるんで使い勝手が良くなるんですけども、あの XMAX みたいにね1アンペアまでしか、対応してないとタブレット充電できないんで、それは自分のバイクによって、考えるといいんじゃないかなと思いますね。値段はですね3000円前後で買えるので、コストパフォーマンスもいいので買っといた方がねいいアイテムなんじゃないかなと思いますね。はい、バッテリーの心配がなくなるん で最後にこれもねやっておいた方がいいんじゃないかっていうのが一つありまして、これはですねバイクシートの変更ですね。僕ね前に京都の瀬割亭まで大阪から行ったんですけども、1時間から1時間半ぐらいの距離で走ったんですけども、あのやっぱりねお尻が痛くなるんですよ。これバイクによって違うかもしれないんですけども、結構ホルツはねお尻が痛くなるので、シートを張り替えの専門店でシートをね張り替えてもらおうかなと思ってますね。で低反発素材であったりとかゲル素材を中に入れようかなと思ってます。これはね今月の末にちょっと変えようかなと思ってて、まあ導入次第ちょっとレビューしようかなと思ってますんで、そちらのね動画をちょっと見てもらえればいいかなと思いますね。やっぱしねお尻が痛くなるとねやっぱ結構きついんですよ。次の日がね仕事だったりするとずっとなんかお尻が痛いとかなるんでね、やっぱし結構ねお尻に負担がかかるんでバイクずっと乗ってるとねっていうこともあって、これもねシートの変更した方がいいんじゃないかなと思いますね。値段はですね排気量とかシートの大きさとかによっても変わるんですけども、だいたい2万円前後で変えてくれるところが多いかな。あのシートを自分で外して送ったりとかね、あとは現地に直接行ったりとか、まあいろいろな方法があるんですけども、まあ
近くにねバイクショップがないやっていう方はシートを送る方法でもできるので、だいたい 1,2 週間で戻ってくるんで、シートをね変えることをおすすめしますね。はい。でバイクショップによってはですね、シートのなんかデザインを変えてくれたりする、そういうサービスとかもやってるんで、なんか雰囲気とかを変えたい場合でもいいんじゃないかなと思いますね。以上ですね。まあ、他にもね買っといた方がいいやつはあるかもしれないんですが、まあ、ざっと10個ね、紹介してみました。はい、特にねあると便利なものから絶対やった方がいいやつまでいろいろ紹介しましたが、全部買うとね10万円ぐらい超えるんですけど、やっぱしあるのとないのとでは全然違うので、ぜひね参考に検討してもらえればいいんじゃないかなと思いますね。今はねあんまり外出れてないんですけども、今後はねキャンプとか行こうかなと思ってるし、バイク関係の動画もね上げていこうかなと思ってますんで、もしよろしければね高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思ってます。ということで、おつぴかってくる、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。